あとつよ駅は、台湾高尾6の岸区内のあとつよ地区にある、高尾都市運行線の駅。釜まさじの上、釜まさじと、海線路の交差点に位置し、駅番号は、R20。計画時の駅名は、和平国中駅であったが、地元民の要望により、伝統的な地名よりあとつ駅と名付けられた。2006年8月1日には、 和平国中と和平国省もあと強国中とあと、強国省に改名された。付近には海課題があるので、副駅名になった。本駅の周辺は、国民中学、国民小学や国立高尾海洋科技大学がある、文京地区なので駅の設計テーマは、学院風化とされた。本駅の設計は、小船の造形で、高尾の開港と工業上司を内包している。 使用材料は金属とカーテンウォールを用いている。軽量で透明な材料を用い、照明によって船体の設計が現れてくるようになっている。主に用いた色は銀灰色と白色である。本液は緑建築を採用し、ガラスを使って上空が透けるようにして、自然通風と自然採光を大きく用い、ホームワヤは 鉄骨構造とカーテンウォールを用いて軽量に作られ構造を単純化している。このような設計は四角状の透過性を持ち室外の緑空間と相まって見た目が開放的な公共空間を作り出している。出口1、2は駅北側、出口3は駅南側にあり、出口1、2の間にバリアフリーのエレベーターがある。ありがとうございます。